このような試練に世界が直面している今こそ、医学をはじめ自然科学、人文社会科学の学問諸分野の英知を結集し、世界の人々が互いに力を合わせることにより、この困難な状況を乗り越え、希望に満ちた未来を築いていくことを期待します。日本学士院賞は優れた業績を挙げた研究者に贈られるもので、授賞式には両陛下が出席されました。去年は新型コロナウイルスの影響で授賞式が行えませんでした。このため21日は去年の受賞者も合わせて表彰されました。